動画をご覧いただきありがとうございます。ミーヤマッスルでございます。はい、というわけで今日の動画のテーマなんですけれども、一番初めの練習方法ということで、今日は超初心者の方に向けた動画です。超初心者、あんまりこういう動画出してこなかったんですけど、結構新年度になってね、おかげさまでレッスンの問い合わせを複数いただいておりまして、全くトランペットをゼロから始めた方のレッスンっていうのを結構何人かさせていただいてるんですけれども、結構僕の YouTube ってある程度トランペットをやってる人向けの動画が多かったりするので、もう本当に基礎的なことってあんまり動画で言ってなかったんで、今日は超初心者なので、もうハイベイとか言いませんので、出しませんので、もう大丈夫です。ハイベイとか知らない人は、はい、見てください。ハイベイとか知ってる人はもう知ってる人なんで、ある程度やってる人なんで、はい、というわけでじゃあ早速始めます。はい、ということでまず、ね、一番最初の練習なんですけども、まあドレミファソラシドトランペット、まあ当たり前ですけど出せますね。はい、でトランペットの、基準になるドっていうのは、まあ、まずどこから、まあ基準になるドというか基準になる音ですね。でトランペット基本的にこの3本のピストンを押さなくても出せる音がまあ、たくさんあるわけなんですよね。で、この感覚っていうのは、音楽を全くやってない人だと、自分の思ってる音と出てる音が全然合わないんですよ。だから、ちょっと、高めの音吹こうかなと思っても、こうなっちゃったりとか、逆に低い音吹こうかなと思っても、で上の音が出ちゃったりとか、まあ、そういう現象になるわけですよね。ピストン何も押さなくても。で、まずはですね、まあ、最初に出すべき音なんですけれども、まあ、真ん中のソですね。はい、このソの音。これがソの音なんですけど、で、これがソかどうか、確かめたい方は僕の動画、これちょっともう一回自分吹きますので、この音と合ってるかなって確認してください。いきますよ。はい、これがソです。真ん中のソ、あ、下のソですね。下のソです。はい。で、とにかく、まずは一番最初、この音を出す練習をしてみてください。はい。で、その後、まあ、ドレミファソラシドね、ちょっと、口頭でお伝えしたんですけど、まあ、ドレミファソラシド、まあ、指いろんな番号がありますよね。はい。まあ、詳しくはネットで調べて、ドレミファソラシドって、ググれば出てくるので、見ていただけたらと思うんですけど、今日はとりあえずもうピストン押さないです。もう一番最初の練習なんで、もう押さない状態で、まず今のソの音を出す。そしたら、もう一個上の、ソの音もう一回いきますよ。はい。で、もうちょっと上の音。ソと同じ状態で、もうちょっと息のフってスピードを上げていただくと。ソの音。はい、今、ドの音ですね。ドが出ましたね。はい。これが一応真ん中のドになります。で、トランペットにおいてですね、この、今出したドの音。この音がある程度いつでも出せる状態にしておきたいですよ。これは僕の考え方なんですけど。で、じゃあ、低いドの音。はい。この音。この音から開始しちゃう方が結構多いんですけど、まあそれもね、間違いではないんですけど、低い音から始めちゃうと、上の音がね、出せなくなっちゃう方が結構多いんですよね。なので、僕の推薦としては、まずはソの音を吹いたら、その後高いドを吹いちゃう。なので、ソとドが大体いつでも出せるような唇を作っておく練習。もうこれをひたすらやります。なので、ちょっと音がかすれちゃったり、音が上に行っちゃったりとか、いろいろあると思うんですけど、とにかくソとドを狙っていく練習をしてみてください。もうとにかく、そう、この音。そしたらもうちょっと一個上。ドーの音。ドー、はい。そうとドーですね。はい。はい。まあこんな感じで。まあ外ドーの音ですね。で、これができたら、だんだんと、まあ今度は、この指を使って、ドレミファソラシドに入っていくんですけれども、まずは0番だけで OK です。そしたらじゃあ今度、ソから上に上がっていきましょう。ソからドに行くときに、ドレミファソラシド。ソとドの間にはラとシがありますよね。じゃあソの音を吹いた後に今度はラの音、1、2番を押してラを吹いてみます。ソから1、2番を押して、ラを吹きます。はい。1、2番ですね。そしたらさらにもう一個上げて、シの音は2番になります。ピストンね。手前から1番、2番。はい、2番ですね。で、ここから0番にすると、ドに行きます。はい。
そんな感じです。まあここまででもね、なかなかまずできる方少ないと思うんですけど、でこれで今ソラシドができました。はい、ソを吹きました、ドを吹きました、ソラシドができました。ここまで来たら今度はソからソファミレード下に下がります。じゃあソの音を0番ですね、ファの音は1番、はい、ミの音は1、2番、はい、そしたらレの音は1、3番、そしたらド、高いドと一緒、同じく0番、はい、こんな感じで、これで、はい、ドレミファソラシドができました。はい、ドレミファソラシドができればね、あのいろいろ曲が吹けるようになりますので、はい、まあこんな感じで、とにかくソを出す、ドを出す、真ん中を埋める、はい、ソから下に下がるっていう、はい、これ一番最初に練習してみてください。今初心者の方ね、とにかく今の音をちょっと 何かこう、あの唇をいろいろ工夫してみて、まあ、どうやったら唇が効率よく出せるかとか、いろんなテクニックはあるんですけれども、なかなかそれね、動画でちょっと伝えるのが難しいので、まあ、別の動画でも伝えようかなと思うんですけれども、まあ、詳しく知りたい方はね、あの僕のところにあのレッスンを概要欄から お申し込みいただければレッスンできますので、レッスンもしますけれども、まあ、僕じゃなくてもね、ぜひ一度でもあのプロの方にレッスンを受けてみてください。それが一番早いです。はい、なので基本的に僕の動画っていうのはある程度、まあ、初心者よりかは、中級者向けかな、まあ、初心者といっても始めたばかりの人が見てわからない動画が結構多いっていうのを最近知ったので、まあ、こういう本当にトランペットの基礎の基礎からの動画っていうのをちゃんと作っていこうかなと思います。はい、相変わらずちょっとノーカットの動画なんでね、これそのまま一発撮りなんで、あのボタンピッとして喋ってピッて消すっていうだけなんで、ちょっとめんどくさがりなんでね、はい、全然編集もしてないんですけど、まあ、今後分かりやすい動画もちょっと出していこうかなと思います。よろしくお願いします。はい。まあいろいろとあの初心者の方で何でもいいので、どういうことが知りたいのかなっていうのもぜひコメントいただきましたら、まあ、それに対する動画も可能な限り出させていただきます。はい、初心者が何で困ってるのかなっていうのはやっぱり ある程度中級者の方を対象にレッスンを今までしてきちゃってるので、本当に初心者ってあんまりいらっしゃらないんです、実は自分の生徒さんって。ある程度こうトランペットをやっててつまずいた方が僕のところに来るっていう感じなんですよね。だから経験者向けのレッスン生徒が多いんですよ。はい、ただ別にゼロからスターの方もいないわけじゃないですよ。はい、結構いらっしゃるんですけど、そういう方もね。でも割合としては経験者の方が多いかなと思います。はい、まあゼロからのね、方は方でね、やっぱり今お伝えしましたけれど、ある程度トランペットって上の音が出せないとやっぱりいろんな曲吹けないんですよ。だからある程度上の音が出せる唇っていうのを最初から作っていきます。それが僕のメソッドなので、だからこそまずはソを吹いて上の音を今度いっちゃうんですね。低い音はその後に吹きます。はい、まあ、結果的に低い音も使えないとダメなんですけど、まずはそんな感じでちょっとやってみてください。ソを出します、ドを出します、ソラシドで上がってきます。そしたらソからソファミレド、はい、これでドレミファソラシドの完成です。ソを出します、そしたらもう一個上のド、同じ0番、はい、ソから上がってきますよ。はい、ドまで行きました。そしたら今度またソの音、そしたらソファミレド下がります。はい、これでドレミファソラシドの完成。はい、という感じになります。はい、ぜひやってみてください。また続編でいろいろと動画を出していきます。それではまた別の動画でお会いしましょう。はい、これ最後に出した音は高いドです。はい、まあ、この音までね出せないとなかなかトランペットっていろんな曲が吹けないので、そこを目指していただけたらと思います、将来的にはね。はい、さよなら。